高島町は長崎県西園木郡にあった町。2005年1月4日に長崎市へ編入、長崎市高島町となった。本校では現在の長崎市の一地区としての高島についても記述する。高島地区の人口は373人。2005年1月3日まで日本で最も面積が小さかった町である。1955年に丹島を併合した直後は、 人口16,904人となり、日本で最も人口密度の高い町であったが、長崎市に編入する直前には、全国で最も人口の少ない町となっていた。1955年に丹島を併合した直後は、人口16,904人であった。工業所の町であったので人口は増加傾向であったが、高島炭鉱などの炭鉱が閉鎖されてからは、 人口が激減。長崎市編入合併直前には、全国の町で唯一1000人を割っていた。炭島における人口。編集1955年までは、高浜村に属し、炭島炭鉱があった。かつては、日本一、世界一と言われる人口密度であったが、炭鉱閉鎖後は、無人島となった。以下の4島からなる、飛び島面積0.01平方キロメートル。 防波堤で高島とつながっている。高島面積1.24平方キロメートル、周囲6.4キロメートル、東西1.2キロメートル、南北1.8キロメートル、長崎市中心部から南西14.5キロメートルに位置する。かつては高島、上双子島、下双子島の3島であったが、埋め立てにより陸続きになった。飛び島とも防波堤でつながっている。 高島炭鉱があった、唯一の有人島、中野島面積0.01平方キロメートル、高島と炭鉱の中間にある無人島、一時期だがこの島にも炭鉱があった、炭島面積0.1平方キロメートル、周囲1.2キロメートル、東西0.16キロメートル、南北0.48キロメートル1.34、 平方キロメートル年間平均気温は、摂氏15度から摂氏16度、平均降水量は2000ミリメートル。高島町もドライ、大和や、里、名などの行政単位を設置しておらず、全域番地のみだった。1955年、高浜村より、担当名を編入しており、高島町単島となった。角川日本地名大辞典によれば、高島町は、 元来の番地のみの区域と単島のみとされるが、長崎市編入直前の時点で、高島、飛島、中野島、単島の4字があったとする資料も存在する。ただし、他自治体のように、行政区ごとに、町名設置はせず、全域が長崎市高島町に改められた。高島本島以外の3島は、長崎市高島町の一部となり、 高島町の小技という扱いに変更された。自治会は本町、小島、高島、光町、西浜が存在する。かつては炭鉱で栄えていたが、1974年に炭島炭鉱が、1986年に高島炭鉱がそれぞれ閉山した。その後、世界遺産登録などを経て、観光の町として生まれ変わろうとしている。コバルトクイーン号高島へは、 長崎汽船が長崎港から伊王島経由で高速船が1日9往復運行している関連文献ありがとうございます。